はい、どうもみなこです、北海道増毛町のお冬野営場で、3泊しました。調べるときはお冬キャンプ場で出てきました。でね、ここね、道路がすぐね目の前にあるのでちょっとうるさいですけど、でもすっごくいいところなので紹介したいと思います。みなたびチャンネル。はい、キャンプ場の全体がこんな感じです。なんか野生の、なんだろうな、あれ鹿かな馬かなが走ってますね。引かないように気をつけてください。来た鹿馬馬だったみたいです。で、ここの道路の路肩が広くって、ここが駐車帯になってるのかな。ここにみんな一列に車を止めてました。で、すぐ目の前にテントを張れるのでとても楽です。で、あとオロロンラインっていうすごい景色のいい道につながってるので、ライダーさんとかが結構土日とかだとひっきりなしに通ります。で、ほら海が目の前でめちゃくちゃ気持ちいいです。ここがね、歩いて5分ぐらいのところに、車で30秒ぐらいのところになんか有名な漁港があるらしい。うん、鮭釣れる。鮭が釣れるの、うん、マジか。普通の釣り竿で釣れるもんなのかな、分からん。やっぱね、ここのね、海沿いのギリギリにテントを張るともう目の前が海っていうね。ハルト君、このキャンプ場どうだった？パーティーがうるしかった。そうだね、4連休に私たちここにいたので、2日間ぐらい結構集団の人たちがいて、ちょっとハルトはね、その人たちが気になってたみたいです。で、今日は連休最終日の日曜日の午後で、日曜日のお昼頃にはもうみんな撤収し始めてて、静かになってて、また、旅人ライダーさんとかが新しく来てます。ここは水場で、ここがなんだかよくわからないんだけど、すごい冷たい水らしくって、ここにバーベキューに来てる人たちはここで飲み物を冷やしてました。で、この水は飲めません。で、ここへ行くと冷たいでね、この辺にテントを張ってる人たちもいたりとか、もういっぱいになってる時はここの駐車場のここにテント張ってる人とかもいました。連休初日はね、もうここテントで埋め尽くされてました。私たちちょっと早めに来たからね、いいとこ取れたんですよね。で、ここがトイレ、扉がついてるから虫も全然いなくって、とても快適でした。でも不思議なことにね、ここね窓があってね、中見えるんですよね。個室の中までは見えないけど、女子トイレは2つで、1個がポットンの和式トイレと水洗の洋式トイレがあります。で、あと多目的トイレもあって、で男子の方が、大便がポットンしかなかったそうです。でもね、すっごい綺麗にされてて、この増毛町の人が綺麗に維持してくれてるんだなって思って、ありがたいなって思いました。ありがとうございます。ここから、こっち側、札幌方面に20分ぐらいのところに三崎食堂っていう、食べ物屋さん、定食屋さんがあって、そこの浜ラーメンがめちゃめちゃおすすめでした。おすすめです。ウニとね、ウニがね結構しっかり入って、粒貝もすごいね美味しいのが2個入ってて、エビもイカも入ってるびっくりするぐらい贅沢なねラーメン、焼き魚定食もめちゃめちゃでかいホッケが入ってて、ここはねおすすめです。ウニ
でね、夜ここ星がめっちゃくちゃ綺麗に見えます。ちょっと今日今雲があるけど、晴れてるとめっちゃくちゃ綺麗、天の川見えます。あのちゃんと街灯がついてて明かりがあるんだけど、それでもすっごい星が見える。なので本当にあの居心地のいいキャンプ場でした。無料なのにありがたいです。というわけで、お冬キャンプ場の紹介でした。ではまたねー。